さあ箱入り娘になって、おお、なんそれ、どうすんだろう。あー、そっちね、怪しいよそれ。よろしくお願いします。いらっしゃい、マサです。今日もね、初心者の方、旧位者の方にも分かりやすく居飛車をね、実況解説していこうと思いますので、ぜひね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで、相手がね、ちょっとね、何の手を指してくるか分からんのですよね。端歩で様子見てきたけど、税金としてはこっちが払ってる形なんで、別に構わんのじゃないかなと思うんですよね。こっちのね、居飛車の方の、端歩、右の端歩はね、居飛車の税金と言われたりするぐらい、居飛車側としては、まあ、支払っておきたい歩になるわけですね。で、それなんでかっていうと、角がね、ここになんか上がってきて、こうね、端にこう、角が覗いてくるみたいな、そういう筋があるんで、それをさっさと消しておきたいと、そういう意図があります。ということで、まあね、相手ね、これ振ってきそうな感じするんですけど、まあ、歩ついてちょっと様子見ましょう。四間飛車、うん、四間飛車か。なるほど。で、こっちが確か後手番なんで、後手番のミレニアムで、ね、しっかり組んでいきたいところではあります。各ね、こうなんか、まあ、これは俺の見解ではあるんですけど、なんか相手が、まあ、初心者から、まあ、初心者級者の方が、まあ、一歩でも強くなるためには、あの相手がこの戦型なんかこう右からパンチ繰り出してくるときは、じゃあかわそうかみたいな感じで、あのこの戦法にはこの戦法みたいな、あの対応関係のある戦法をね、用意しておくと、まあ、一つ強くなれるのかなという感じは知ってます。例えば俺だったら、相手が四間飛車って分かったら、まあ、ミレニアムに組んでいこうかなというふうに思ってたりします。まあ組めるときとね、組めんとき もちろんあるんですけど、まあ端はね、後手番なんでちょっと使わんようにしましょう。中央でしっかり組んでいきたい。箱入り娘、さあ箱入り娘になって、おお、なんそれ、銀がここに出てきてみたいな感じでやっていくのかな。まあ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 、ミレニアムは組んでいきますか。まあ、しっかり組んで、これはどうしようかな。ミレニアム学位、ここに銀がおるんですよね。こっちに出てきてくれたらこうやって引けるんですけど、まあでもね、これ多分ね、ついてこんのよね。まあまあまあ、囲っていきましょう。これね、本当はついて歩行きたいんやけど、ついて、端ついといて、まあ桂跳ねてくんかな。ついて同歩、飛車回りで、ここに歩があるやろ。銀が出てきて、飛車上がって、歩突かれて寄ってって感じかな。歩、飛車回った時に角道開けてきたら、角交換して歩でみたいな感じでどうかな。いや、でも銀が離れてるからな。この歩があるから、ちょっとね、まともな仕掛けはしにくい。ということで、一旦こっちついていくか、こうやってこういくか。で、この銀はちょっと後で使い方考えましょう。行ってみましょう。よっけ。さて、相手は何を考えているのか。角道開けてくるんかな。角道開けたら同角、あー違う、銀ですか。ならば7分、こうやって出ていこうか。歩打ちには寄ってどうですか。うわー、まあでもこの角は引くしかないか。なるほど、これは歩ついて歩ついてこようってことかな。
行って銀引いて歩突かれて銀引いて歩仕掛けてきたら同歩同角になっちゃうよね。強者上がってっか。いやー難しいな。相手多分歩突いてくるんですよね。それは分かっとんやけど、歩に取り込まれた時に同飛車ってできるようにしよっか。そうしよっか、そうしてみよっか。まあおそらく歩突いてくるんですよ。うわーなんそれー、ちょっとわからん。まあまあまあ銀はくっつけよう。歩でぶつけてくるんかな。飛車でぶつけてくる。角かな、角ですか。でここに歩ってどうですかみたいな話なのかな。これはどうだろう。飛車をねこっち側に持っていきたいよね。歩ついて歩打たれてってなるから、歩つくんかな。歩ついて歩打たれたら歩寄っといてみたいな。でもう一回歩ついてみたいな感じでどうかな。一旦ここかな、一旦ここかな。こっちのね位はもう取られても仕方ない。もうこの銀を遊ばせるような方針で指していきたい。これ同歩ならまあここついといてここに回っていきたいってことですね。おお一直線でいけたわ。これすごいな。位5つも位取られとんか。歩の損得的にはまあそんなに問題ではなく、角かな。角で飛び出してここ狙ってどうでしょうか。それを防ぐ手は相手にあるのかい。5分。まあ角よね、これは。これは角ですわ。でこうやって狙っていきましょう。ここ歩打たれてもまあ狙っていけるんで、かといって打たんのも角鳴った後にここに歩打たれて桂馬取られそうなんで辛いよね。駒がね相手こっちに偏っちゃったから、この玉頭戦がね辛そうなところはあるよね。例えば歩とか突かれてもまあ角成るが先に入るなと思うんで、ああなるほどね。どうする、ここ歩とか垂らしてみる、叩いてみる。叩いて桂跳ねてきたら歩成るでよくね。相手はここ受けただけなんで、大技として歩たた歩って同金に角成るで金飛車両取りみたいなのあるけど、あるけどなんかあんましたくないよね。今すぐはしたくないな。ということでこうなんじゃね。それはね一旦こう引けるんだな。ちゃんとね飛車がこう横利きで端から攻めてくるのを守っとるから、この瞬間だけは大丈夫。まあ桂跳ねてくるんかなと思うんですけど、ああなるほどね。でも今この瞬間は大丈夫って俺さっき解説したばっかりなんで、さすがにこれは今日走ってきても歩で止まるよ。歩叩いても飛車だよ。さすがにねここの桂馬とこっちのなんか玉頭方面の優先だったらこっちの方が絶対優先度高いから、この辺はちょっと丁寧に受けておきたいところではありますよね。はあなるほど。角ぶつけてきましたか。どうしようかな。やっぱ角鳴るかな。角鳴って同飛車の後かな。
角成って同飛車の後やろな。まあ橋は位取っとるし、角成って同飛車で桂馬取っとく。で桂馬ここ打って跳ねていくような筋を見せてどうかな。いや飛車の方がまあ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 取りますか。これは一旦さあ時間がね、こっちが3分34秒相手が6分半ぐらい持ってるんで、まあ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 、で相手の攻め駒は角、今角だけね。こっち側の陣地でまあ角が暴れても桂香は拾って交換になるぐらいやし、まあ一旦ここ打ちたいな。桂馬ここ打ちたい。桂ここ打ったら飛車浮いてくる。まあ角打つよね。真ん中行って取って、まあ桂打つかな。次手番回ってきたら桂打ちたいな。桂打ちに角とかは効かんよね。桂打ちに守ろうと思ったら飛車よね。桂打ち飛車浮いて横で引いて角打って横引いて香車取る。角こっちからかな。角こっちからで飛車横避けて、角をどこに打つかだな。まあ今若干いいんじゃなかろうかと。まあと金で桂香拾えそうだし、なんそれ、あ桂馬取ろうってことか。一旦そうね、あ浮かさないようにするためには先に角打っとく。先に角打っとくか。先に角打ちかな。いや含みに残しとくか。こっちかな。やっぱり小駒からやっていくのがいいんじゃないかなと思って。小駒から使っていくのが永遠でなかろうかと。飛車浮いてきたらなんか歩とかで一回、そうね、歩とかで支えとく。で飛車で取らせて、待てよこれ。これあれか、桂馬ここに打ったら飛車が死ぬって言っとるんかもしれん。なるほど。であるならば2分30秒ここの角で取らせちゃダメな気がするんだが、待てよこれ、どうなったのこれ。歩打って飛車に角打って、いやーどうだろう。飛車がここに避けてくるか。いやー分からん、分からんぞ。2分、こうか、分からん。いやー時間もねえ時間もねえ。こうやってみよう。で垂らして、いやー違う気がするんだな。あらこうだ。で金で取らせて飛車さばこう。桂打ちにはと金寄って桂で取ってみたいな感じでいこう。跳ねてく方がいいか。飛車さばくか。わからん。1分半か。時間がないんだよね。勝とうと思ったら時間がない。いい勉強にはなったけど時間がない。
同飛車同桂でどこに逃げてくるかなんだよね。こっち持ち駒マジでー、マジでー、馬が効いてないこの瞬間か。いやーこうじゃね。いやとりあえず時間がないから、時間がないから、こうじゃね。いや桂取られたら、桂取られたらまあさすがに一回取るか。時間がないよ、時間がないよ、時間がないから一手1、2秒で取ったら取られて、取ったら取ってかな、うん、取ったら取って一回受け、金下がったらこっちやろ、銀が下がったらこっちやろ、飛車で守ってくる。いやそれはなるよね。なんそれなんそれ、一旦こうじゃね、それはこうじゃね。歩打ちたい、歩打ちたい、これは無視。銀は、桂は銀で取る。でこれが金取り、金取りになっとるから金で寄ってくるかな。金で、でもそれさ桂と飛車の 両方が効いてるから同金なら同飛車か、いや同桂か、桂で死ぬくか。今この瞬間は大丈夫で、これ次歩成があるから歩成で、いやーそうか、これあー、いやうーん難しい、これすぬけそうじゃない、なんかこことか銀とか打てばすぬけそうじゃない、あすぬくっていうかまあそのしんどる気がするんだけど、金打ちでっか、先にまあ歩なるけどね、歩なって同玉にどうすんだろう。あーそっちね、怪しいよそれ。銀ぶち込みか金か。30秒。銀かな、一旦こっち。20秒。いやこうじゃない、時間が、時間が、金なら、金なら、金なら打とるよ、金なら取って桂で取って玉って感じかな。いや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 、いや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 、10秒。怪しいでござるよ、ならずかな、ここに効かしたい。こっちはついてきるやろ、こっちは竜で取ればいいやろ、これ詰むか、これ詰むんじゃないか、どこに逃げるかやな、相手がどこに逃げるかによって手を変えなくちゃいけなくて、詰んどんやけど、あと7秒でちゃんと差し切れるかどうか、これはついて、よし。お前なら決められるかもしれんの。はい、今回ね、ミレニアム対四間飛車の戦いでした。なんかね、こう学びになる手があったとか、よくわかりやすかったよとか、いろんなね、こういいところあったと思うんで、もしねそういうとこ見つけたよって方はね、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで今回もお疲れ様でした。お会いそ。